これ世界遺産のマークなんです、はい、これ、北海道と青森県、はい、秋田県、岩手県の17の遺跡が世界遺産に登録された遺跡なんですが、それ共通のマークでして、実はこれ全体は縄文土器を表しているんです。本当だ、はい、と同時にですね、こう北海道と北東北がこう絡み合っている、それ、はい、密接にですね結びついて、すごいですねこれ考えた人、はい、同じこう文化圏生活をしていたということを表しています。またこう特に結びつきが強いこう函館も含めたこの道南部分はですね、色が濃くなってたり、この赤というのも縄文時代を象徴する色で、もう一つ世界遺産になった柿の島遺跡というところではですね、こういう赤い漆を塗った土器も見つかっておりまして、ここだけ色がちょっと違うんですか。ちょっとグラデーション濃いですね。本当だ、特に結びつきが強いのはこの函館道南地域になるかと思います。絶対言われないとわからないですね。土器はなんとなくわかりますけど、土器はわかりますけど、はい、このなんか色のグラデーションは言われて初めて気づきました、はい、でやっぱり土器はわかるんですけど、北海道とその北東北がこう密接につながっているということも示してまして、代表するマークになっています。へ、はい、たわわに栗が実ってます。へー、栗自体はですね、縄文時代に、はい、本州から運ばれてきたというふうに考えられてまして、まあ、これはそれのまあ子孫だと、直接的ではないとしても、まあ、子孫だというふうに言えると思います。で栗はですね、ご存知かと思うんですが、縄文時代の貴重な食料でした。そうですね、はい、今もですね、この時期になるとこう栗の実がたわわに実ってまして、あと1ヶ月ぐらいですかね、すると栗の実が落ちて食べられるようになると思います。でさらにですね、栗はその実を食べるだけではなくて、実は木も使っていました。先ほど見てもらったですね、縦穴住居の柱の材料は実は栗の木です。栗の木なんだ。ほとんどは栗の木です。はい、ですので食べること、そして木枝もですね、柱の材料や道具のですね、こう斧の枝とかそういう道具の材料にもしてましたから、縄文人にとって非常に一番身近で大切な植物だったということが言えると思います。今年も楽しみですね、この栗の。そうですね、はい、やっぱり秋といえば栗ですよね。もうなんか吉田さんがですね、もうめちゃくちゃ楽しそうですよね。そうですか。吉田さんがすごい楽しそうにお話しするってすごい好きなんだなっていう、このなんか情熱が伝わってきますよね。ありがとうございます。あれですか、吉田さんはもう小さい頃から縄文時代とかそういう昔の時代に興味があったんですか。そうですね、小さい頃は漠然とこう、まあ、歴史というか昔のことが好きだったというのはあったんですけども、だんだんやっぱり大きくなりに従って興味持ち始めて、はい、で今こういう縄文遺跡がたくさんある函館市にでこういう仕事をさせていただいているので、それはありがたいなと思ってます。縄文遺跡が世界遺産に登録されたっていうのはもうかなり そうですね歓喜を、それに人生で一回経験できるかどうかという大きな出来事なので、その時にこう携われたというのは非常にありがたいですね。そしてこのチャージュー丼もつけたっていうのは、これはなんかご主人のサービス精神ですか。まあ、それと普通ラーメンにはチャーシューですよね、肉もんが一品入ってますよね、はいはい、でまあ、ラーメン一杯食べて、ま、お腹いっぱいなっていうふうなところ、満足感ってちょっと足んないんじゃないのかなと思って、はい、ああなるほどね。まあ、今は豚肉ですけど、はい、まあ、当時のことを考えれば鹿肉ね、そうですね、熊の肉とか、うんうん、熊の肉はちょっとハードル高いですね。かなりね。まあ、そういうふうなものも多分合わせて食べたんじゃないかな。そういうイメージでこの丼もつけられたってことなんですね。自家製のチャーシューです。自家製のチャーシューいただきます。おいしい。チャーシューのね、私トロトロしすぎてるのってちょっと苦手なんですけど、程よくちゃんとこう肉感が残ってて、もうこのしっかりとしたお醤油の味でご飯いけますね、これ。チャーシューの煮汁ですよね。うんうんうん、おいしいです。小川さん、ちょっとこの後ゆっくり完食させていただきますので、まあ、どうぞどうぞ。このエリアに旅行に来たら絶対行ってよっておすすめできる、うん、これ絶対食べてって。あと貝類でも、今あるのもあれば、もう暖かい海でに生息していたものもありますし、ウニ、エゾバフンウニ、はい、北紫ウニ、はい、
いわゆるこう、ね、ガンゼとかこちらではノナとかというふうに言われますけども、もう当時から食していたということも分かってまして、縄文時代のですね食卓は私たちが思った以上に豊かでバリエーション豊富だというふうに考えられています。だから言ってみればあのトゲトゲのウニを最初に食べてみようって言って、はい、食べたのは縄文人だったかもしれないですね、っていうことが考えられますよね、はい、いや私もそれはすごい初めに食べた人勇気あるなと思います、ね、ですよね、はい、あのトゲトゲのものを食べ物だと思って割ってみるっていう、はい、でもウニの美味しさをもう縄文時代の人はしていたんですね。あれを食べる勇気って相当ですよね、はい、よっぽど多分最初にねあのウニのオレンジ色のものを食べるってなった時はね、うん、注目の的だったと思いますよ、はい、お前行くのみたいな感じで、いやで、ね、ちょっと俺は無理だわって言って、じゃあちょっと失敗もありながらですね、多分だひょっとしたら毒かもしれないじゃないですか、ですね、フグみたいにね、はい、ただフグも食べていたというふうにフグの骨も遺跡から見つかっているので、おそらくそういう失敗というか亡くなった例もあったのかもしれませんが、 そうでしょうね、その結果食べられるものが分かっていたということだと思います。ウニはもう今ややっぱり北海道を代表する、ね、海の幸ですから、ですね、はい、私全国いろんなところでウニを食べましたけど、やっぱりね北海道のウニが一番美味しいと思います。美味しいですか、はい、他のエリアで食べて美味しいなと思うけど、やっぱり北海道のウニが一番だと思いますね、うん、道の駅縄文ロマン南かやべに何でも美味しいソフトクリームがあるそうです。もちろん縄文にちなんだソフトなんだそうです。あ、これですね、縄文くるみソフト、優しい縄文の味。くるみソフトってなかなかないですね。出ました、ソフトクリームはコーンかカップが選べます。先にどちらかをお伝えください。ソフトクリームはコーンですからカップはソフトじゃないと思ってます私は。よし、注文しましょうか。こんにちは、くるみソフトを一つください。コーンで、はい、くるみがかかってるですか、それとも中にも練り込まれた。あ、そうなんですね。あ、へー、くるみソフトは初めてですね。あ、なんかちょっと、そしてコーンが変わってる。はい、はい、ありがとうございます。へー、このコーン初めて。確かにあのソフトクリームの色自体がくるみのちょっと茶色っぽい色になってますね。わかる？カメラで、まあ、なんとなくね、函館ワインの国も同じなんとなくなんとなく、ありがとうございます。あとでディレクターがお金払います。ちょっとじゃあここでこの辺で食べましょうか。いただきます。おいしい、くるみのねあの香ばしさを感じます。もちろんくるみがこうかかってるのもあるんだけれども、ソフトクリーム自体がちゃんとくるみの味がして香ばしい。美味しいですね。これはあの道の駅に来たら必ず食べるやつ。あのなんか香ばしさがいいね、くるみの香ばしさがね。食べたことある？これ、これはね、あのそうだね、2位かな、2位私の1位は流氷館のソフトクリームでも結構じゃ高いですね。うん、美味しいです。くるみ感があってこのコーンがなんかこれも縄文イメージしたのかな、この感じのコーンってあえて違うのかな、なんか特殊ですよね、ね、見たことないタイプ。確かにサクサクのメープル風味です、うん、コーンが美味しい。コーンがほんのりちょっとあの蜂蜜感があって美味しいです。コーンが、
このなんかあの軽やかめの食感のコーン好きなんですよ。ガリッと硬いのも好きなんだけど、このふにゃんってやつあるでしょ、ふにゃんってやつ、ふにゃんってやつはダメで、このカリカリサクサクっていうこの軽やかさ、このコーンいいです。コーンを語る。うん、おいしい、おいしいですね、とっても。ありがとうございます。これは南茅部をご紹介する上で外せないソフトクリームですね。この、 あの直販加工センターの中で、お店の中でこれはっていうものをディレクターが選んできてくれました。これガゴメ昆布と7種の海藻サラダ、いわゆる水で戻して食べるっていうやつですね。そうですね、あの水戻ししてですね、はい、あとはお客様の、お好みのドレッシングで味付けをして、あの召し上がるというかになります。でこちらが、ガゴメ昆布 100% 使用のとろろ昆布汁、はい、美味しそう。こちらはですね、1食ずつの個包装になってまして、はい、でお湯を注ぐだけですね、うんうん、あのとろろ昆布と粉末スープついてますんで、お湯を注いですぐ召し上がれる、まあ、即席の、うん、とろろ汁ですね。手軽ですね。お手軽です、はい、これ後で私買いますので。金沢さんのおすすめ商品はありますか？おすすめはですね、はい、私はこれですね。これですか？はい、はい、こちらこれですね、これあの真昆布の、若葉なんですけども、うん、まあ、2月から3月のに採取される昆布なんですけど、まだあの真昆布に実が張る前の若葉なんです。新芽そうですね。でそれをですね、あの寒風の中干した昆布そのものなんですね。で表面にはこういう白いものが見えますけども、はい、これはあの海の塩が、結晶化したもので塩なんです。でこれをですね、食べるときは、はい、まあ、水につけてで、戻ったものをハサミで切っていただいて、はい、で、まあ、結び昆布だとか、はい、煮物に使っていただけると柔らかくて、はい、柔らかくて美味しい昆布になりますので。あの昆布ってどうしても出汁のイメージがありますけど、はい、昆布そのものを食べるっていうことを考えるとこういう商品がいいですね。そうなんですよ。これはもう私のおすすめですね。これはだからいただくって、we'll be right back.